はい、二ヶ月で制覇、品質確保の集中講座、民法チャプターの三始めてまいります。えここから事項の問題になります。高順位定等権者は、先順位定等権の非担保債権は消滅すると、先順位定等権も消滅し、その把握する担保価値も増大するので、その非担保債権の消滅事項を延用することができる。× 一番定答、二番定答とあって、一番が時効完成しました。本来は債務者が援用すればいいんですが、債務者が援用しません。じゃあ、この時に二番が援用できるかと。っていうと、認めません。一般的に、時効の援用というのは、直接利益を受ける人と言われています。どうしようができるかって直接利益を受ける人。一方、この、 例えばこの一番程度がいなくなると二番が配当が上がるんですがこれは一番がいなくなったダイレクトに来る利益ではなくまあ間接的なものだと言われてますまあもっと言っちゃえば配当が増えるそれぐらいじゃ時効は使わせないよと配当が増えるそんな利益じゃ使わせないよと自分の権利がなくなっちゃうような人がこちら時効の沿用は認めますが 配当が増えるぐららいいだっったら認めないと思っておきましょう次連帯債務者のうち1人が自己の利益を放棄した場合は他の連帯債務者のその自己の利益の放棄の効力が及ぶので他の連帯債務者も自己の援用をすることができなくなる。誤りです。 A がいて BC が連帯債務の状況です。で B が自己完成しました。B も C も栄養圏を持っていると思ってください。B も C も栄養圏を持っていて、B が栄養圏を捨てました。するとこの効果は B にしかありません。B と C が栄養圏を持っていて、B が栄養圏を捨てても、それは C に波及しません。 時効の援用、あ、違う、時効の、えん、利益の放棄。この放棄は相対抗。みんなに効力が及ぶものじゃない。その人だけにしか効力はいかないので、だから真は援用することが可能です。では、次。 未成年者である A が、その債権者 B に対し、A の法定代理人 C の同意を得ないで、債務を承認したときは、C はその承認を取り消すことができず、その債権の証明事項は更新される。誤りです。はい。で、こちらですが、債務の承認というのは、財産の処分行為はいらない。管理行為があればできる。自分の借金があるかどうか、 それが分かれば、これは承認ができて更新がされます。はい。ですが、例えばこれ未成年はどうなんですか未成年には、この財産の管理能力がありません。自分がどんな財産を持ってるかも分かんない状況です。2、3歳児を考えて。未成年2、3歳児や、 成年非後見人は自分がどんな財産を持っているかを把握できる状況じゃありません。そのため彼は債務の承認ができないんですね。非補佐は管理能力あり、未成年、え、非補佐、非補佐と未成年は管理能力なし、補佐には管理能力がある。 ぜひここで比較をしてください21年の問題 A が B に対する借入れ債務につきその利息を支払う時はその元本債権の証明事項は更新される債務の承認という行為これは自分の債務を認める行為なんですが 俺借金あるよっていう風に言う人って前にないと思うんです。これは、債務を認める行為、債務を認める行為が債務の承認になります。例えば、債務者が債権者に一部でも払うような行為です。借金があるからこそ払うんですよ。払う行為は、借金を認めた行為に他ならない。なので、 事項は更新されます。注意するのは、債務の承認というのはね、債務者から債権者に対して行う行為じゃないといけないという点です。これ、過去問の中ではね、債権者に対して向けてない。債権者に対して向けた行為じゃない。だから債務の承認じゃない。というのもありますので、注意してください。 では次、18年の問題です。地上権及び栄光削権は、時効にて取得することはできるが、地域権は時効によって取得することはできない。バツ。地上、栄光削、地域鎮釈、賃借権いずれも時効取得は可能です。例えば、地上権で考えますよね。ある二人で地上権設定契約をしました。で、物を渡したんです。土地を渡しました。 で、土地を引き渡してもらって、5年、10年、20年と住んでいたんです。で、その後です。その売買規約、その地上権設定規約についてトラブルが発覚し、無効って分かったんですよ。無効って。で、そこで所有者が、おい、この不法選挙やろうと。地上権設定規約は無効だと。だからそれを返せと。と言ってきたんであれば、 この占有してる人はね、あ、わかりましたと。確かに地上権設定規約は無効で構いません。無効で構いませんが、私はもう20年住んでますから、20年住んでますから、地上権を自を取得させてもらいますよ。こんな感じで、地上権、英語作権、新借権などはイメージしてください。ちなみに今の事例ですが、所有権の、所有権の 事項取得はできません。というのは、所有の意思がないから、所有の意思がないから、所有権の事項は取得はできませんが、地上栄枯策、賃借のような可能な可能です。まあ、ちなみに、地域の事項取得は結構有名ですよね。契約もしてないのに、ずっと道路をね、敷いて、道路を敷いて、ずっと歩いていたというような場合、 地域権が自己取得ででできるってことでした18年の問題です確定期限のある債権の消滅事項は当該期限が到来した時から進行するが不確定期限のある債権の消滅事項は当該期限が到来したことを債権者が知った時から進行する。 罰弁済期5月1日といった場合は確定期限です一方弁済期父が死亡した時といった場合は不確定期限です来るのは分かるでもいつかは分からない消滅事故の期間いわゆる10年の期間です10年の期間というのはこれは10年の期間は 権利行使ができるときから進行します。すると、いつから権利行使できるかって言ったら、まあ、どっちだって、5月1日から、父が死んだときから、そっから権利行使できますよね。なので、こちらは、どちらにとっても、期限到来から10年の時効は進行します。比較するのは、 離地帯時期です消滅事項に関してはいつから権利行使できるかっていう視点で考える債務不履行についてはいつから損害賠償にしても妥当かいつから損害賠償にしても妥当かいつから遅延損害を負わせても問題ないかと,という点で考える視点が違うわけです じゃあ次債権は債権者が権利を行使することができるということを知った時から10年行使の時は時効によって消滅する誤り時効期間には消滅時効期間2タイプあります権利行使ができること権利行使ができる状態から10年でもう1個はそれを分かっていた場合権利行使ができることを分かっていた場合は もっと短くなって5年になるとで今回は権利行使ができることを知ってるんですから期では次人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は 被害者または法廷代理人が損害及び加害者を知ったから3年間行使ない時は時効でて消滅するともしこれが単純に不法行為に基づく損害賠償請求権はと書いてら話は変わります今回は人の生命身体を害する不法行為ここをちゃんと見抜いてほしかったんです 人の生命、身体を介する不法行為に関しては、これ、時効期間は、主観も、客観も、一番長い方をとります。主観も、客観も、一番長い方を取ります。ですから、主観の方、知ってから5、客観の方、知ってから、え不法行為から20、というふうに、主観も、客観も長いものを取っているということです。 物件に入ります。所有権に基づく妨害排除請求権は相手方が責任能力を欠いている場合であってもその成立は妨げられない。丸物件的請求権というののは、一定の人質状態があれれば生まれます。それがこちら向こうに避難できる状態があろうがなかろうが。 向こうの落ち度があるかどうか,か、まあろうがなかろうが成立です、まあ、例,えば例えば自分のこう物を外に干した下着が隣の家に入っちゃったんですねで隣のタックン3歳児が持ってるんですよ返せた時にねタックンが「僕は忘れてやってないぞ!」で僕には避難できないぞ!」よって下着は返さないいいから返せ この物件的請求権はこちらは一定の事実状態だけで生まれる。無効の落ち度のありなし、無効の過失のえかえ責任能力のありなしは問われません。ではこのチャプター最後です。A の所有する高層地上に B がおつ建物を A に無断に建築しているが。 B との合意により C が押す建物の所有権の登記名義になっているに過ぎない場合は A は C に対し、高都市の所有権に基づき、押す建物の宗教、及び高都市の明け渡しを請求できる。誤りです。基本は誰に物件的請求できるかと言ったら、それは所有者。場合によっては、登記名義人。 登記を基準でもできます。で、一般的には登記を基準にした問題が多いんですね。結論が多いんですよ。ただ、本事例みたいに、こちら、C が登記名義に過ぎない。所有権を持ったことが全くない。所有権を持ったことが全くない人には、いくら登記があったとしても、 請求はできません。基本は登記基準でできるんだけど、こういった所有権を持ったことがない人、いや、職権保存登記みたいに、自分の意思で登記していない人、自分の意思で登記していない人には、請求はできません。基本は登記基準、でも所有権を持ったことがない。自分の意思で登記してない。 人には言えないと。こちらのチャプターの方は以上です。本日は123ページまでやってください。では、こちらのチャプター終了しましょう。